ゼロ式艦上戦闘機、一式戦闘機はやぶさと来ればですね、次は当然二式短座戦闘機将棋になりますね。短座戦闘機っていうのは戦後呼称でして、当時は二式戦闘機と呼ばれてました。歴代の数あるインターセプターですね、迎撃、局地戦闘機の中でも高評価を与えられた傑作機です。で、陸軍機にはシルバーの機体が多いんですけれども、この長谷川のキットの中でも唯一、おそらく対戦モデルとしてはシルバー機体のが症例ですね。横の箱の横の写真もシルバーですし、表紙もシルバーモデルでしたので、今回、初めてシルバーでやってみたいと思います。同時期にウルトラマンの B タイプを作ってたので、そのウルトラマンの B タイプのシルバーをそのまま頂戴して、ウルトラマンと一緒に吹き付けました。綺麗に仕上がってるんですよね。もうこのままデカールを貼って終了にしたいんですけども、一応戦闘機なのでどうしても汚しは必要なので、最小限の汚しで終わらしたいと思うんです。で、翼主翼のところの白、胴体の垂直尾翼の手前の白はもうそのまま筆乗りしました。ここにデカールを貼るとまたかっこよくなるんですよ。このアローラインっていうのかな、このキャノピーの前の黒は艶消しで、筆乗りしたんですけども、これもペーパーでシルバー出さなきゃいけないんで、綺麗に塗れたんですけども、ちょっと辛かったですね。で、この垂直尾翼の赤と、プロペラのフードの赤ですね、これもウルトラマンの赤をそのまま流用させていただいてます。で、この識別ラインも、識別ラインは今回とりあえず一旦白を塗って、その白の上から、機体がシルバーなんで、あまりにも目立っちゃダメだっていうことで、ちょっと薄めに塗ったんですけれども。で、デカールを貼って完成ですね。今回はキャノピーのマスキングもうまくいって、1色だけなんで、シルバー3度塗りぐらいしたのかな。マスキング剥がすの怖かったんですけども、うまく貼れてました。で、いつものように奥様に髪の毛1本いただいて、空中戦当てます。先日作ったハヤブサとツーショットですね、陸軍機。さあ、次はいよいよ一式陸攻です。先日桜花を作ってますので、とりあえず次はコックピット編、エッチングパーツがうまくつけれるのかちょっと心配なんですけれども、順調に仕上がってますので、もうしばらくお待ちください。